川原末彦さん、えー。新聞所属クラブの川原末彦でございます、えー。通告に基づきまして、えー、子育て支援政策の充実をということで、えー、質問をいたしますので、えー、委員者の皆さんのご答弁をよろしくお願いをいたします。えー、まあ人口減少・少子化対策というのは、行政、 最大の課題だと言えます。これはもう、あのこれまでの一般の、ね、今日の一般質問の中でも、あるいは市長の答弁の中でも認識されていくことだというふうに思います。えー、厚生労働省のです、ね、今、まとめでは、えー、1人の女性が産む子どもの数の指標となる合計取得出生率、これが2023年には1.20ということになり、 えー、統計を取り始めて以来以降、最もまあ低くなったということが分かりました、それで、あのー、本市のです、ね、合計特殊出生率の推移、えー、と、まあ、近隣の市長の状況であるとか、えー、分析をです、ね、どのように、えー、されているのか、まずお尋ねしていきたいと思います水村健康福祉部長、はいえー。本市の合計特殊出生率でございます。 まずあの推移でございますけれども、2003年から2007年、この時は1.76でございました。まあこれがピークです。でその後、2008年から2012年には1.67、2013年から2017年には1.55というふうにまあ低下をいたしました。その後、2018年から21年では1.64ということで、まあ上昇に転じております。 えー、こののまの全国値が1.33でございますので、これを0.31ポイント上回っているということでございます。えー、それからあ、近隣市町の状況ということでございますけれども、この2018年から21年におきまして、伊、え、根、ー、町が2.64でございました、えー、その後、えーと、福知山市が1.84、舞、えー、鶴市が1.70、京丹後市が1.69。 えー、綾部市とと本市がが1.64 1.45野町がという,ふうになっております、えー、前回の数値を上回った市町というのは、えー、本市と綾部市、伊、え、根、ー、町の3団体ということでございます、えー、このまあ上昇いたしました要因という分析あの現時点ではまだしっかりできておりませんけれども、えー、近年取り組んでまいりました子育て支援施策の効果、まあ、これも一定あるのではないかというふうに期待をいたしております 今後、あの長期的に、えー、この推移は注止をする必要があるというふうに考えております川原誠彦さん。はい分かりました、まああの、少子化がどんどんまあ進んでいるという実態は、まあ、どこも変わらないということが、えー、理解できましたあの。厚生労働省が発表しましたです、ね、あのことを見てますと、 えー、この少子化の問題はどう捉えているかと思いうことになりますと、えーまあ、少子化の進行についてはですね、えーまあ、危機的で、まあ、特に若年人口が、まあ、急激に減少するという。そういう2030年代、えー、この入るまでがあ少子化の傾向を上、えー、ら反転させていくラストチャンスという位置づけをですね、厚生労働省がしています。えー、そして、まあ、少子化のですね、要因を えーまあ、経済的な不安定さ、えー、そして仕事と子育ての両立の難しさ、こういったものが絡み合っているということで、まあ、男性の育休の取得推進とか、あるいは若い世代の所得の向上でなど、そういった必要な取り組みを加速していきたいというふうにコメントをいたしております。まあ、私は、えーまあ、働き方改革とです、ね、称して、特にまあ2000年以降ですね、 急速にこう増えてきました、非正規雇用。で、それが、まあ、もち、もたらしたこの雇用不安。そして賃金格差。将来に対するこの不安定さがですね、大きな要因であろうというふうに私は考えています。まあ、それはさておいて、えー、まあ、新無所属クラブでは、えー、2019年に、えー、合計特殊出生率が全国のトップクラスである 2.95となった少子化対策の先進地といえます岡山県の奈義町を行政視察してきましたその報告も兼ねながら本市の取り組みを質問いたしたいという,うに思います岡山県の奈義町は岡山県の東北部にあり人口は 2024年の4月現在ですが、5560人でありまして、2002年に、平成の大合併と言われたその時なんですが、2002年に町村合併をしないという、そういう選択をして以降、10年経って子供が減っているよというところからですね、10年後の2012年4月に、 奈義町子ども応援宣言というのを議会の,です、ね、議会の中で発表をです、ね、し,てしています。でそこからまあ人口維持が最大の重要,重要課題ということで捉えていろんな子育て支援を整備し若い世代の定着と出生数をです、ね、の維持を実現をしてきました。えー まあこの特徴といいますかあの子育ての施策にはですね、まあ、2つの側面からの支援というのが必要だと言われています1つには、えー、子どもの成長に寄り添った切れ目のない経済支援をどう進めていくかと。このことはまあ宮津市のです、ね、計画にも書いて取り入れているところでありますあとの2つ目には子育ての心の支えとなる支援いわゆる経済的支援に対して まあ精神的支援と言いますけれども、そういったものや、えー、環境づくり、これをどう進めていくのかということがあります。まあ、一については、あの、まあ、お金をですね、えー、経済的な支援でありますが、二つ目については、特に、やはり、地域、地域の特色がありますので、それに合った地域の力が、発揮、発揮をですね、発揮の結果がですね、現れてくるものと。 いいうふうふに捉えています、えー、子どもの産み育てやすい環境を作る上でで、すね、えー、まずこの内閣府の、まあ、データで見てみましても、えー、理想の子どもの数を持たない理由、えー、これを、まあ、子育てや教育にお金がかかりすぎるというのが断の、ねの、断トツですねで示されているという示されています。で町では この切れ目なく経済支援が受けられる体制、後でこう例示して、あの、死の方もお聞きいたしますけれども、そのことが、まあ若い世代の安心感につながっているのではないかと思っています。本市でもこの宮津総計学で妊娠から出産、子育てまでを切れ目なく支援して安心できる、して出産できる環境づけを進めますということにあります。良い えー、環境より良い環境を作っていくために、えー、現状とのご見解、まあ、今後の構成などがありましたら、お聞かせ願いたいというふうに思います。で、まずその今言った経済的に支援ということで、たくさんあるわけでありますけれども、まあ、特に、えー、何点か絞ってですね、お聞きしたいと思います。はじめにこの保育料の、 問題であります。え、南町では、保育料が国基準の約半額と。さらに、第2子はその半額。第3子以降は無料。思うのが、この給食費とか含んでですね、無料をしているというところであります。まず、その本市のですね、この保育料の水準といいますか、 それをどう見ているのか、現状と、えー、負担軽減の方向、今後の方向性についてどう考えているかを、まずお尋ねをいたします。辻村健康福祉部長、はいえー、保育料につきましては、えー、まず、まあ、基準といたしまして、えー、現在、えー、国の定めます基準額の約53%で設定をいたしております。 この53%というのはあの近隣市町におきましては伊根町の43%に次ぐ低い設定といたしておりますとそれからあの市のまあ独自のま減免という部分で申し上げますと第3子以降につきましては一定所得以下の方につきましては全額減免ということにさせていただいておりますでこの保育料の基準等取り扱いにつきましては あの金日町と比べましてもあの充実した内容というふうに認識をいたしております。えー、まあ今後もこれを継続してまいりたいと考えております。川原俊彦さん、あ改めて、えー、お聞きをいたしました。あのー、ぜひこれまあご存知でない方もおられるんかなというふうに思いますので、まあこういったいいところについてですね。 ぜひ、この選ばれる宮津市になる一つの選んでいただける保育料は高くないですよという PR、そういったものもですね、しっかりとしていただきたいなというふうに思います。次に予防接種についてであります。ではおたふくかせとかインンフルエンザ これはまあ、あの、法定外予防接種ということなんですが、えー、それの、まあ、女性といたしまして、えー、生後1歳から2歳未満、幼稚園の年長相当時の2回を対象として、えー、おたふくの予防接種はですね、全額、まあ、全額女性ということにしてますし、インフルエンザの予防接種は、あ高校生まで一部女性ということになっています。えー、本市の 現状とですね、えー、負担軽減の方向性についてどう考えているのかお尋ねします辻村健康福祉部長、はいえーまあ、本市におきましては、予防接種法による定期接種に位置づけられていない、まあ、まあお触れのありましたおたふくかぜですとか、えー、小人インフルエンザ、これの予防接種につきまして、えー、幅広くうん子ども全体を対象とした女性というのは現在行っておりません。 ただあの、障害を持つ子どもさん、まあ、これ、大人も含めてですけれども、こういった方に対しましては、感染予防対策、それからかかった際に症状を訴えることがまあ難しくて、重症化する懸念もあるという中で、従来からインフルエンザの予防接種費用の一部をまあ助成をいたしておるところでございます。でこれにあの、にに新型コロナウイルス感染症につきまししても、まあ、同様に助成をいたしたく、 本定例会におきまして関連予算を提案をさせていただいております。また、令和4年度ですけれども、当時の秋冬には新型コロナウイルス感染症とそれから季節性インフルエンザの同時流行が大変懸念されたということがございました。でその時には子供さん、それから妊婦の感染予防を図るとともに教育現場に及ぼす影響を最小限に抑えるというために臨時的に インンフルエンザのの予防接種費用の一部を助成させていたた。だきましたえ本来、の必要とされる予防接種につきましては、あのまあ、国においてえ定期予防接種とされるべきものというふうに考えておりますけれども、えー、任意の予防接種に対する助成につきましては、まあ、社会情勢等を鑑みまして、今後もまあ必要に応じて検討してまいりたいと考えております。川原聖子さん えーまあ、その必要性も含めてです、ねあの、ぜひあの検討というのか、法定外はしないんだという、頭からそういうのではなくて、えー、必要性、実際に、まあ、あの受け取られる状況、そういったものを見ながら、そういった経済的負担のです、ね、軽減の一つの施策として、えー、検討もです、ね、していただきたいなというふうに思います。次にあの子ども園とか 小中学校の給食の無償化についてであります何条では本年少し遅いんかなと思いましたけど本年の4月から24月から完全な無償化ということになりました、まあ、給食の無償化につきましては市議会のです、ね、議員の多くの人もです、ね、関心を持っておられるところですけれども本市の現状とですね 負担軽減の方向性について、えー、お尋ねします。長浜教育次長小中学校の給食費の負担軽減について、まずあの本市の現状というところです。学校給食費につきましては、特に令和5年度、6年度において急激な物価高騰で食材費が増額する中、 給食費ををを値上げ改定しし、なががら増額額分全額を市負負担担保護者の負担軽減を図っているところです。またすべての保護者対象とはなりませんけれども児童生徒の就学に必要な経費を負担することが困難な家庭の保護者に対しましては就学支援制度により子育て支援を行っております改めて制度を申し上げますと前年の所得状況などをもとに認定を行いまして 認定された人、保護者に対しましては、まあ、学校給食費をはじめ、学用品費、通学費、修学旅行費などの経費を援助するというものです。本市におきましては、この修学援助の認定基準額を生活保護年間基準額の1.5倍としておりまして、京都府下でも大変手厚い認定基準としております。また、あの申請につきましても、各学校でも、 個別に呼びかけるなど丁寧な周知を行いまして該当する家庭の申請漏れがないように丁寧に対応しておりおるところですあのこうした援助費の中でも学校給食費につきましてはえ現金支給としまして保護者の方に一時的にも現金負担が生じないように対応しているというところでございます川原清彦さん えー、その学校給食費の無償化の問題については、これはあの非常にあのいわゆる経済的負担の軽減、すでに、まあ、その修学援助をいただいている方については、まあ、無償と、残りの方があの給食費をです、ね、支払っている、今、状況、同じ学,学校に通いながら、そういうことも中でもありますし、まあ、これはあの負担あの負担払っている人にとってみたらですね、やっぱり えー、こういった紛争かなのか、あるいは優勝なのかといった点は、ここに住むかしない住まないか、いわゆる、えー、住みたい、えー、選択をする場合にです、ね、選択肢の一つ、大きな一つの一つになるんではないかなと、経済的な支援として、いうふうにそういう角度からです、ね、ぜひこれは早めの、今、先ほど、えーさ、2030年までが、 あのラストチャンスというふうに厚生労働省も言ってますので、この辺早くですね、同じようなあの選択肢の選択肢できるうちはあの無償化してますよというような状況にですね、置いていただけるような努力を,努力をお願いしたいというふうに思います。えー、次にですね、えー、小中学校の 教育教材費の無料化であります。名義町ではですね、えー、各種のドリルとか、あるいは、えー、実,実験実習教材、えー、問題集、そういったもののですね、補助的な教材を無償化をしています。ま,あ、まだ無償化になっているものもないとして、まあ、文具類とかそういったものは、まだ無償化とならな,ならないものもありますけれども、そういった補助教材については、 無償化ということになっていました。えー、宮津市の状況はどうなのか、で今後におけるその負担軽減の方向性をどう考えているのかお伺いしてます。長浜教育次長、教材費につきましても学校給食費同様に就学支援制度で対応しております。あの支援制度の学用品費。 ですけれども、小学校で一万一千六百三十円、中学校で二万二千七百三十円、年間あの金額の上限額はありますが、お触れになった筆記用具ですとか、ノートですとか、その辺も対象になる制度となっております。また、援助費の中でも新入学生新一年生の児童生徒の学用品費の支給につきましては。 入学前に支給を行い、こちらの方も保護者の現金負担を経験するなど、きめ細かく対応しているところでございます。川原杉子さん。まあこれもその就学援助ということであってますので、あのできるだけやっぱり子育て、子育て支援という観点からですね、あのー こういったもので無償化してますよという状況を。早くやっぱり作っていただきたいなというように思っております。あの方向性については、なかそういった検討されとるようなことはないですか。長浜教育次長。はい、えっと、現在のところ、就学支援制度のみということで、検討をいたしておりません。川原末子さん。ええー。次に、あの高校生までの。 医療費の無料化であります。これはあの先ほどよく議員のですね質問で令和、えー、7年度から実施するということもあのお加願いました。えー、まあこれも、えー、松本議員もですね昨日質問に立ちました。非常にあの議員の中でも、えー、関心の強い、えー、医療費の無料化であります。まあ先ほどの答弁をですね、えー、受け入れ させていただ、きます、えー、ただあのこれ、奈義町、私たち、視察行ってきましたので、奈、え、義、ー、町では、ですねもうに2011年の4月から、もう子どもの医療費の高校生の医療部まで実施しているということで、まあ、あのそういう意味からいくとお早く、早くからやっぱり子育て支援をですねあの頑張っているんだなということを、ですね、えー、改めて奈義、えー、町のた取り組みにですね、 えー、かんをさ参考、参考といいますか、よくやっているということで、思いを馳せました、え次にあの高校生のです、ね、支援、就学支援金であります、奈義町では今、高校はです、ね、なく、えー、町外へ、まあ、通学するためにです、ね、バス代約う2万円ほどかかるところがあるらしいですけれども、 それとまあ学費等のです、ね、助成をすることを目的に2007年から創設していますで今はですね,20つね年間24万円という高校生に対して支援金がありますで、まあ、宮津市においては、まあ、2023年に中学校卒業夢未来応援期限ということで一律5万円の 数億万円を支援をされていますけれども、えー、この私はそのここでですねあの通学費ですね通学費とで高校の就学支援金をこれ3年間ずっとそれを2007年度から創設をおしているわけですけれども、これも早くも。 高校生に及んでいます。えー、私はその令和3年のです、ね、9月議会と、えー、令和4年の12月の議会とで高校のです、ね、生徒の通学生の補助制度について一般質問をです、ね、してきました市長からはそういう、えー、子育て支援施策の一つとして研究をしてまいりたいという答弁をです、ねえー、いただいています、えー まあそれも含めてその就学支援、まあ、ここでは就学支援金と言っていますけれども、まあ、宮,宮津の方では、まあ、あ新たにそれを設置するのはそういう形になりましょうし、とにかくこれに、えー、高校生の通学医療所が入っているということで、えー、現在のです、ねえー、状況、これについて、ちょっとお伺いをしておきたいと思います。辻村健康福祉部長。 はいえー、私からのまず、就学支援金という部分についてお答えをさせていただきます。あの現状といたしまして、えー、国におきましてあの、高校の授業料の無償化が行われております。まあ、その結果、あの保護者あの経済的負担の軽減という部分は、もう一定、図られているのかなというふうに認識をいたしております。えーまあ、そうした中ではありますけれども、えーまあ、議員もお触れいただきました、あの中学校を卒業して、 えー、高校への進学、または就職、そうした新たな生活を始める世代への支援策、まあ、一時的にいろいろ物入りな時期でもございますので、えー、そのタイミングで、えー、中学卒業夢未来応援金、えー、一時度5万円の支給をさせていただいております、えー、これについては今後も引き,引き続き、実施をしてまいりたいと考えております。川原彦さん あの今未来応援金は良かったんですけれども、えー、この奈義町でいわゆる終焉資金は、その高校生に3年間、就、えー、学支援、就学支援を3年間、一人していくとそれプラス、それはプラス、今、通学費の補助を言っています、この,この点について、えー、宮津市の考え方についてお伺いをしてく 店長。長浜教育長。はい、高等学校生徒の通学表彰についてのご質問です。えー、と宮津市として高校生を対象とした補助制度はございません。議員ご存知の通り、高等学校高校生徒の通学費支援につきましては、京都府の高等学校生徒通学補助制度こちらの方で対応していただいております。 本市としましては、京都府に対しまして所得基準額の値上げなど補助金制度の充実を要望しているところでございます。それから、えー、高校の通学費補助につきましては、あの議員からもお話がありましたが、過去の定例会においてご質問をいただいております。令和4年12月の答弁としましては、えー、通学費のほか、タブレットをはじめとする教材教具や クラブ活動費用と様々な経済的負担がある、こうした中で本市としてはどのような支援が適切なのか、総合的な子育て支援策として移住・定住対策のなども視野に入れ、研究研究してまいりたいとお答えしているところです。この中で、えー、通学費に限らず全般的な経済的負担の支援というところで、先ほど来、あの健康福祉部長からも答弁がありました通り、えー、例えば、 中学,生を中学校を卒業する生徒全員,の全員に1人5万円の中学卒業、夢未来、応援金など、本資として子どもの成長に寄り添った経済支援に取り組んでいるというところでございます川原末彦さん。これを、ね、高校生に対して、えーまあ、言ったら月2万ですね、年間24万円、今、経済的支援。非常にこれ大きな 経済支援の中でもですね、というふうに私は感じるわけです、それはその根拠になっているのが、この,あのバス代が2万円ほどかかっているということも含めての金額の提示ですので、いかにその高校生の今の生活費の中にかかって、ですねそれを経済的支援ということで、子育て支援の制度を作っているという、これを実に2007年からですね、 作っているんです今まあ宮津市ではあやっとこの,の検討時間土俵に上がってきたわけでありますけれども是非これもですね、えー、選ばれる宮津市をです、ね、子育て支援がやっている町という意味においてはですね非常に大きな、あのー、インパクトのある制度ではないかというように思うんで今後のことについてちょっと少しそれはあのー、総,合的総合的にと言いましたけれども、えー、それこそ。 ラストチャンス入っているわけですから、えー、急いでそれはやって、えー、検討もです、ね、していただきたいなというふうに思います、えーまあ、それは、まあ、要望があの今までの結果からですね、えー、ぜひ、えー、やっていただきたいということを述べておきたいと思いますそれからあの大学生の奨学金として年60万円これはあの えーまあ、宮津市がやっていることと、まあ、同じようなあの、同じような制度であります、えー、宮津市としては、これ、今後の負担軽減の方向性という状況は60万になったところですけれども、今後についてはどのようにこう考えているのか、今、お考えがあったら、お尋ねしていきたい,と思います土井企画財政部長。 大学生の独自奨学金、えー、議員をふれにとおり、あの見据えしても対応するあの大学進学時に子育て支援の世帯への、えー、経済負担の軽減策として対応して、またあの入団時に、えー、された場合は返済を免除するという制度を設けているところでございます。今年度よりこの制度、こ、えー、ご存うに思いますけれども、大学大学中の方も新たに加える。 また大学卒業後、まあ、都市部で等であの一旦就職内でキャリアアップとか、いうことにする取り組みに関してもあの、返済の猶予の条件を与えて、など、奨、えー、学金の返済、えー、免除の対象を拡大しているところでございます、今後におきましても利用者の声を把握しながら、またより良い制度にしていくというところでございます、以上でございます川原誠子さん。 はい。よろしくお願いいたします。えー、まあ、その他にもですね、あのー、まあ、宮津市もやってます。出産祝い金の交付金の治療であるとか、あるいは不妊治療の治療費の助成、それと、まあ、変わったところで、えー、在宅育児の支援金ということで、えー、まあ、しえー、施設でのサー,サービスを受けてない、えー、保護者、 にです、ね、月額1万5千0 0円の、えー、所,所帯に対して、えー、出されていると、まあ、これは受賞、まあ、会をです、ね、そういったことも手厚い、えーまあ、経済的支援というのが行われた結果、この2コンマ95という数字をはじき出しているということであります。でまあ、特にあのあの私たち視察をしとってっ、ねまあ、も,もう一つの あの町,町の方、来とったんですけどもそこからの質問がありましてですねこれだけ、えーまあえー、予算規模が45億円のうち2億円ほどがこの子育て支援に充てられているということもお聞きしまして、えー、方の視察さんの方から、えー、子育て世代の方々からのですねそういう制度に対する待ったというのがかからないかという苦労したことがないか、何かというような あの質問もです、ね、ありまして、これはなぜこうできているのかということは、先ほど冒頭にも述べましたように、えーまあ、2002年に合併をしないという選択をして、でに子どもたちの人数が減っていくのを見かねて、2012年、10年後にこの子育て応援宣言ということをやったと。そその宣言をもとにそれ町民が 共有をもうしていただいている、一緒になってその子育て応援をしていこうと、そのことが人口減少をです、ね、止める道であるということ、ここがやっぱりあのこの宣言が効いているのかなというふうに思っております、でそういったことがあるので、えーまあ、もう町民が共有をしているので、市長整に困ったことはないというふうに答弁をされていました。非常に、まあ この辺はあの、市長の応援宣言なったリーダーシップが発揮されているのかなというふうにつくづく感じたところであります。えー、次にあの、子育てしやすい環境というのは、冒頭にも述べました、経済的支援はもとより、その子育て世代,の世代の心の支えとなる支援、いわゆる孤立させない地域づくり、そういったことも を求められています、えー、特徴的なこの取り組みがですね、奈義町では行われてまして、一つは、奈、え、義、ー、チャイルドホームという取り組みと、そして、あと一つは、えー、仕事コンビニ事業という事業であります。地域でどうあの子育てしやすい地域づくりをしているかというところで、 えー、チャイルドホームをくくとしていますこのなぎチャイルドホームというのは、えー、旧保育所をリニューアルをして、えー、子育て世代がいつでも、誰でも気軽にふらっと立ち寄れる、そういう心地よい場所ということで生まれ変わって、そこには常駐をしている、えー、子育てアドバイザーに、 えー、育児の相談に乗ってもらったりあるいは子どもの社会的なこの経験の場所そういったことがなるような活動をこうしています、えー、取り組みといたしてまして、まあ、一時的に預かってほしいという子育ての援助会員に依頼できる、えー、スマイル、まあこれ、見やすで言うとファミリーセンサポートセンターかなというふうに思うんですけれども、まあ、この、えー、スマイル がですね、このチ、ナチャイルドホームを利用しな,しながら、えー、そういった活動をしているということとか、あるいは、えー、親、これもどこにも聞いたことないんですけども、親同士が協力する保育活動、自主的な保育をですね、そこに集まっている親が、お互いに、えー、お互いの、お互いのですね、子どもを見ているという。 自主的な保育活動が生まれていまあその他、そのなぎチャイルドホームでは座談会とかあるいは地域の高齢者が参加する三世代交流会から父親クラブそういったものが定期的に行われていてそこを中心にしていろんな子育ての関係のいろんな人が交わって地域の方々も含めて交わる場所 じゃフラット立ち寄ってて交流ができる場所そういったところがあるできているそこにまあ,あの子育てアドバイザーが一人常駐でおられるというような取り組みを行っているところでありますもう一つはあの特色というのは仕事コンビニ事業というまあ存在であります仕事コンビニというのは、まあ、子育てをしながら 空いた時間にちょっとだけ働きたいと、まあ、いわゆる契約、雇用契約みたいな難しいものは、まあ、結わずにですね、ちょこっとだけ1時間でもあるいは2時間でも、そういった空いた時間に、えー、働きたいという、そういうお母さんたちの意見をもとに実現されたということで、えー、子育て世代とか、あるいは高齢者も含めて、ちょっとだけ働きたい、そういう方の就労支援を行うということで、 えー、一般社団法人仕事園というのを,地元を立ち上げられまして、えー、地元の運営ということになっています、でそこに、まあ、地元の企業や行政、個人事業主から仕事を頂い,いて、そして母親が登録したとき依頼を、登録者に依頼をする仕組み、現在ですね、 えー、300人ほどが登録をしています。えー、女性が200人、男性が100名ということで、えー、年間の受け入れ、受け負い額が約2000万という達成して、一つのまあ経済効果ということも、かられています。いわゆる、えーうん、シルバー人材センターは、まあ、男性、えー、だけですけど、シルバー人材センタープラス、この、 子育て世代のお母さんがちょこちょこっとだけできるような窓口をです、ね、やっているで、これは非常に子育て世代の一緒になって、えー、仕事する,わけすることもありますし交流,交流にもなる、社会参加にもなるということで、えー、地域の中で、えー、子育て支援者が孤立しないということが効果があるんではないかとい、どんな仕事をしているかということですが。 えー、高齢者の,このスマホを教える教室の先生をしたり、あるいはあ地元企業からデータの入力をもらったり、調理、補助、農作業、野菜の加工をしたり、そういった仕事を,です、ねえー、をされているということで、これは非常に、あのー、で子ども、ねえー、を連れながら仕事もできるということで、えー、非常にこう緩やかな教育、あのー、要素になっています。 これはあの、まあ、どれだけあの制度として確立できればいいあの制度だなというふうに思いますなかなかその条件が整わないとできない問題でもありますし、これはあの交流しながらお金もいただける、あのあの賃金もいただける、まあ、1時間あの、まあ、最低賃金ぐらいのお金もだけるというようなこと。 でまあ、その精神的なあの支える支援としてですね、本市の取り組みの現状についてですね、えー、こういったあの地域での子育てという面からちょっと少しお聞きやすお聞かせをお願いしたいというふうに思います。はじめに本市で子育て世代がこういう気軽にこの通える場所これが今、あの宮津市にどこにあるのか、えー、どういった活動をしているのか。あの ニッコリアでやっておることは私も知ってます、えー。地域の中でですね、これがどう広がっていっているのか、えー、気軽に立ち寄れるようなところがあるのか、もしそういったあのところがあれば教えていただきたい。筒津村健康福祉部長。はい、ええー、現在ご利用いただける場としてまあお触れいただきましたあのニッコリアほかに。 えー、公立保育所におけます親子の広場ですとか、えー、民間保育園等でも、あの季節の行事ですとか、いろんな楽しい催し、また、えー、地域におけます子育てサロンといったものもございます。あのいずれにおきましても、利用者の交流促進、えー、それから子育てに関する相談に対する助言等も行っております。えー、どのもも安心してて、えー、気軽にご利用いただけるものとなっております川原聖彦さん えっとまあサロンとかそれ、まあ、ちょっとまあ見てみましたけど、まあ、月1回とか月2回とかそういう回数だったらないからというふうふに思うんですけれどもこのように今の奈義町のようにです、ね、いつでも誰でもどこでもふらっと立ち寄ってそういう,う子育ての,です、ねえー、あの相談そういったものができるう、まあ、こういった事業なんですけどそれ,とそれと今の宮津市のやっている というのはギャップギャップと言いますか、あのー、まだまだその発展性があるのか、発展性はです、ね、どこに求めるのか、まず、あ、そういった、僕はあのー、そういう場所がね、やっぱり地域にも必要だというふうに感じたんです、その辺ん、辻村健康福祉部長あの、まあ、現状におきまして、まあ、毎日と言いますか、まあ、厳密に言うとまあ休みもありますけれども、まあ、ほぼ毎日お越しいただけるというのは、やはり、まあ、あのニッコリアになってこようかなと思います。 一方それをそのまあ各地域でそれを行うとなりますとやはりあの一番大きな問題としてはまあ体制の問題という部分もあろうかなというふうに思います。まああの今後の課題ということでまああの受け止めさせていただきます。川原誠彦さんぜひまあ課題として、えー、あのコスト支援の大きな柱にもなりますので、えー、精神的な柱にもなりますので大きな課題として、えー、受け止めて、えー、いただいてあの。 検討をお願いいいいしたいとういうふうには思います。次にあの未就園児の子育て世代のサービス、これは行き取れているんでしょうか、あのーまあ、終園しているところは、そこ,はそこで保育,保育園で、えー、相談も一生もとはできますけれども、家におられる方については、なかなかそこまでもいかないという面があるんですけれども、そういった方々のサービスについてはどうされていますか。辻村健康福祉部長。 はいえー、未就園の子育て世帯への、まあ、サービスということでございます。えーとまあ、まずあの、赤ちゃんが生まれたご家庭に対しましては、民生児童院と主任児童院が、えー、記念品、まあ、絵本でございますけれども、えー、これを持参をさせていただきまして、えー、訪問をして、まあ、お祝いをさせていただいております。えーまあ、その後につきましては、あのまあ、先ほどお答えした日暮里や親子の広場等、えーと、そういったところを、まあ、ご利用いただけるということもありますし、 日、えー、コリアでのあの託児サービス、えー、それからあの民間保育園等でも今年度からあ一時預かりまあ無料ということでやらせていただいております。まあこういったものもご利用いただけるということでございます。あの今後もこうしたサービスあの広くあのご利用いただけるように、えー、周知に努めてまいりたいというふうに考えております。川原末彦さん、はい。まあ集中していただいて。えー サービスを受けたいときに受けられるという状況を気づいていただきたいなというふうに思います。次に、あの地域全体で、その子育てを支える基運づくり、えー。これについて、ええー。ええー、理事者としてですね、どういう、どういったところまで、ま進んでいるのかなと。と、えー。目標。えー、全体、ま全体で子育てと基運づくりの。目標とするところと。そして。 今ど、今の現状と、どういう取り組みがされているのか、いった点について。ええー。お尋ねしておきます。辻村健康福祉部長。はい、えー、令和三年の七月から、子育て応援事業所の認証制度。を実施をいたしております、えー。現在の認定事業者、事業者数は二十四。でございます。えー、まずは、この認定事業所を増やしていくことで。 本市の子育て世帯を応援する機運情勢を図ってまいりたいというふうに考えておりますこの事業所の一例ということでございますけれども社会福祉法人が施設内におもちゃ図書館を開設をされておられますその配置されているおもちゃで遊んでいただくなど子育て親子がくつろいでいただける無料スペースの提供これとと,ともに気に入ったおもちゃがあれば一定期間借りて帰っていただいて自宅でも遊ぶことができると いいう取り組みをなさっているところがございますあの今後につきましては、あのこうした、ま、事業者のみならず、えー、高齢者等も含めまして、あ,のあらゆる方々にあの子育てに関心を持っていただいて、えー、子育て世帯とのつながりを深めていくということが、基本づくりに必要というふうに考えておりますので、えー、そのために必要な取り組みというのを今後、検討してまいりたいと考えております。川原さん えとあと、このちょっと預けたいときの一時保育、この実態については、あの現状どうなったのか教えてください、辻村健康福祉,福祉部長、はいえー。現在、市内の民間保育施設におきまして、えー、未就園児の一時預かり保育を実施をいたしております。えー、今年度からは週に3日を上限としましまて 1>, 1日3時間まで無料で利用いただけるよう充実を図ったところでございますでまたあのニッコリアにおきましても令和4年の11月から、えー、パパママのゆとり時間応援事業ということで託児サービスを実施をいたしております、えー、こちらも1日3時間まで無料でご利用いただいております、えー、利用の実績といたしましては令和4年度が延べ30人でありましたのが令和5年度では延べ313人ということで利用者も増加しておりますし 公表もいいいいただいておるところでございます川原彦さんはい、それから、次にあの先ほどちょっと、奈義町の取り組みをご紹介しましたあの、ちょっと働きたいという声、それに対してですね、えー、そういう声をかなえる施策、そういったものをですね、どう、どのように考えて、 いますか私はできればできで,できるならば、こういったこともですね交流の一つでもなりますし、経済的にも助かりますし、例えばあるいは地域経済にも影響をしてくる、あのいいあの貢献をするという意味で、あればいいなというふうに感じているんですけれども、その辺についてはどうお考えか、ちょっとお尋ねしておきます辻村健康福祉部長。 はい、あのまず現状といたしまして、あの子育て世帯の方からのま就労に関するご相談、まあ、これにつきましては、えー、京都府のジョブパークが実施をいたしております、えー、マザーズ・ジョブ・カフェというのがございます、まあ、ここの1000人のキャ,キャリアカウンセラーにまあおつなぎをさせていただいているというのが現状でございます。であの議員のお触れののれありりましたあの町の取り組み あの聞かせていただく中で、まああのシルバー人体センターの仕組みにまあ、似ているのかなというふうに、あの受け止めさせていただきました。まああの実施に向けてはいろいろ、まあおそらく課題もいろいろあるんだろうというふうにも思います。あのまあ今後の研究課題とさせていただきまして、あの情報収集を行ってまいりたいなというふうに考えております。川原誠子さん。はい、まあぜひ研究をしていただきたいなというふうに思います。えー、それからあのー、まあこれはちょっと奈義町とは、あのー、あのー。 視察とは関係ないんですけれども私の一つの日常の活動の中でですね、えー、子どもをこの交通事故から守る取り組みということでですね、ちょっと提言、提案をいたしたいというふうに思います、えーまあ、子育てということで、まあ、子育てということもあるんですけれども交通事故を守る取り組みとして今、取り出し注意の標識というのが、あのー あ,ありますね。あちこちあるんですけど、ぽつぽつぽつというぐらい、ねえー、あるんですけれども、これについてあの設置したいというのか、今、あのどこがどう設置されているのかなというふうにあのちょっと考えますこれ、ね、把握しておられたら、教えていただけ辻村健康福祉部長。 はい、えー、設置の現状ということでございますけれども、えー、と個人、えー、またはまあ地域でご対応いただいているという状況でございます。あの市としてあの設置箇所ですとかあの、設置数の把握はいたしておりません。あの幼児、えー、それから小学生などの子供の交通事故防止の取り組みとして、行政、学校、PTA、そしてまあ地域の皆さんと一体となって、交通安全教育や啓発、通学時間帯でのドライバーへの呼びかけ、見守り、 道路改良による安全対策などを進めております、えー、この啓発物の設置につきましてはあの京都府警におきまして地域団体等と連携して実施をします、えー、府民共同防犯ステーション活動に対しての支援制度があり、えー、この啓発物の設置などの取り組みにつきましてもあの事業採択を受けているところもあるというふうにお聞きをいたしております。あ子さん いやこれ実はあのあああの、うちの,あの住んでいる集落の話なんですが、非常に子どもの数が多くなってきてです、ね、非常にこの車があ速く走るということもあって、ぜひ、このお飛び出し防衛をつけてほしいという要望も子どもさんのところありまして、えー、実は自治会の中で、えー 子供のいいいる家庭につてて配布をさせていたた。だきました非常にこう村がですね、えー、交通安全に子どもがおるなということで注意して、あのー、車を走らせるという,う、あのー、住,民住民といいますか地区の方もですねそういうことになってまして非常にそれが、まあ、子どもを思うそういうことも要請できあ、あのー、子どもを思う気持ちも湧きますし、あのー、まあ ああの地域で子育てをすることしてるんだということにもですねあの外から見たらそれは出てくるんだろうな宮津市もですね、まあ、京都府も子育て日本一宮津も子育てに力を入れるということからですねこれを一つ一つ任せずに京都府の行政宮津市の行政としてですね補助制度を持ちながらあのー 補助制度を作りながら、ですね希望するところについては、その設置にしていくという、そういった一つのですね市としての考え方とのか、方向性として持っていただけたらなというふうに思うんですが、この辺についてちょっと、見、え、解、ー、というのか、お届けを、えー、お伺いしておきたいというふうに思います松島市民環境部長。 はいあの、交通安全ということでしたので私の方からお答えをさせていただきます先ほどあの答弁をさせていただきました京都府の府民共同防犯ステーションの取り組みといいますのは各地域にあります交番を中心としまして地域の方々 PTA の方々が、まあ、中心とは一緒になって防犯活動に取り組む活動でございますあの補助の内容としましては上限5万円ということで4つ、えー されてておりまして令和4年度のつから、まあ、実施をされた事業でございます令和6年度では5つの交番でこの事業が採択されたというふうになっておりましてある程度この交番単位での取り組みというふうになってますので、まあ、宮津市内においても各地域に交番がありますのでそれで対応していただいているものと思っておりますので現時点で宮津市として独自の補助制度を持つというところまでは考えておらない状態でございます。 河原さん、あの、まあ、交通安全というよりも、この。子育て支援という意味で、私はそういった。角度の方から。あの。市として取り組めないかと。いうことを考え。思っています。ええー、まあ。まあ、当面は、あの。聞き入、入れときます。いええー、もう少し時間が過ぎていますので、えー。まとめに入らせていただきたいと思います。あの、子育て。 子育て日本一ではないんですけれども、子育てするなら宮ぜという、そういう方針で望んでいるだろうと思うんですけれども、そういうためにはまず全庁がですね、えー、全庁の職員が自信を持って、子育てするなら宮ぜという思いを発信できるような取り組みをですね、やっぱりする必要がありますし、まあ、そ,れそ,れそれに向けてですね、えー 子育て、あの、子育て世代だけじゃなく、なくって、まあ、行政全、全、全、全部署。においてもですね、子育てを意識しながら、えー、そういった子育てするなら、見やず。と言えるような、あの、取り組みを、まあ、お願いしたいのが、一つであります、えー。二つ目にはですね、ええー。まあ、あの、奈町でも報告をしました。少子化対策はですね。子ども… 子供だけの世代だけの問題ではないと、今後、少子化が進んでいくと、えー、社会の環境も変わってきますし、受けたいサービスも受けられなくなっている、えー、特に、まあ、若い人でいくと、高齢者でいくとです、ねえー、介護職員であるとか、あるいは看護師さんであるとか、そういった働く人がです、ね、若い働く人がいなく,いな,くなったらそれ、そういったことにも影響してくると。 えー、そういう意味からあの若い人を育てるということは、えー、最大の、まあ、高齢福祉であるということがですね、奈義町でも取っています、えー、そ,そ,のそのことが表れたのが子育て応援、えー、宣言ということをしながら発しながらですね、えー、子育てに充実した支援が取られています、えー、そういう意味ではあの子育て世代の問題だけではなく 市民全般として、えー、一緒にです、ね、考えていくべきものだというふうに思っております、えー、それからあ若い,い,い若者、あるいは女性に選ばれる街ということをするためには、えー、若者が住みやすく、えー、子育てしやすい環境を進めるという意味で、えー、特にやっぱりその経,済支援経済的支援というのは、まあ、まあ当然なんですけれども。 奈義町に行ってですねこの精神的な横あの地域の横の支援、えー、そういったものが非常にこう大切だというふうに、えー、感じ取って帰りました、えー、特に、まあ、あのこの横の支援という意味においてはですね、えー、今先ほど来制度的にも言わせてもらったようにみんなで子育てをするというそういうことを環境をですね充実をですね図って いたただけたらなといすそして最後に、えー、厚労省が一番最初に言いました2030年までがラストチャンスというふうに言われています、えー、あと6年、えー、しかありません、えー、今も制度上少しまだ課題研究的な研究性ないいがん,んところまだまだありますけれどもあのー に考えてりまません。ああと6年であります、えー。スピード感を持った形で、えーまあ、あラストチャンスにです、ね、一緒に取り組んでいく必要があると、えー、そのための、まあ、リーダーシップも一生取っていただきたいというふうに思っておるところであります、えー、そういうことをお願いいたしまして、えー、私の一般質問を終わらせていただきたいというふうに思います